YouTube! ということで、今日はですね、某、新宿にあるシェアオフィスからお送りしております。自民党の総裁選ですけれども、石破茂さんがですね、昨日、出馬を表明されました。地元にね、戻って、鳥取の地元に戻ってですね、表明するという、まあ、石破さんらしいと言いますか。実は、私は先日ですね、石破茂さんとニュースピックスで対談させていただいたんで、そのうち動画があると思いますけれども、そういったことをお話しされておりました。そこで、まあ、石破さん、賭けに打って出たということで、自民党、裏金議員は、まあ、公認をしないとか、自分が総裁になったらですね、公認、せず、推薦せずみたいな形で、無所属で出て、自力で当選してくださいというですね、非常に賭けに打って出た格好になりました。まあ、石破茂さんが、自民党の中ではですね、まあ、全体で、国民全体で世論調査すると、次のですね、総裁にですね、ふさわしい人ナンバーワンということで、首相にふさわしい人ナンバーワンになる理由はよくわかります。一般市民には人気があるんですけれども、自民党員には、厳しいと。自分たちの仲間なんだけど、こう、まあ、本当に意見に落ちた時にですね、助けないみたいな、そういった傾向があると。身内に厳しいということで、自民党員の、まあ、議員の中、議員票が、まあ、要は取れないってことなんですが、ここに来てですね、やっぱり 裏金問題の逆風っていうのはすごいので、世の中に対して毅然とした対応をしている、首相の方がですね、まあ、解散総選挙に打って出た場合に、支持を集めやすいということで、裏金議員は切って、もらってない人たちだけで、もらってないというか、裏金をですね、作ってない人たちの中で選挙を戦えばいいんじゃないかと。そしたら、自民党もですね、変わったということで評価されるんじゃないかということに、彼はかけたわけですね。なので、裏金をもらってない、裏金を作ってない議員からは、もしかしたら、ある程度の支持が得られるかもしれない。もちろん、裏金議員は、おそらく、石破さんには投票しない。そういったことになるので、まあ、結構混沌としてくるのかなというふうに思います。もちろんですね、他のですね、出馬表明している候補者が、同じようなことを言ってくる可能性はあります。例えばですね、野田聖子さんですね。野田聖子さんの方もですね、裏金議員は出るなと、出るなというか公認しねえみたいな、自力で当選してくださいみたいな、冷たい、まあある意味冷たい、対応を取っておりますが、まあそれもそのはず、野田聖子さんですね、岐阜が地元なんですが、今から20年前の私も出馬した郵政選挙でですね、彼女は郵政民営化反対、ということで、自民党から公認をもらえずにですね、無所属で出馬をして、当選をして自民党に戻ってきたということで、まあ、私が戦った亀井さん、亀井静香さんと同様にですね、無所属で、まあ彼、亀井さんの場合は国民新党って新しい政党を作りましたけれども、そういった形で、強い議員の人たちっていうのはこうやって生き残っていくんだなと。ここに来てまた、裏金議員に対する逆風が広まっていってる、そういった状況になってると思います。ということで、今日の自民党総裁選解説でございまして、いってらっしゃい！